山西さん。4年前、先輩と彼女と彼女の知り合いの男女と4人でデートすることがあった。で、帰りに飯食ってたら、知り合いの女の子が山西さん見に行きたいって言い出したんだって。先輩とその男女ってのは面識なくて、その日が初対面だった。先輩の彼女が男女の男の方と同じ中学だったとかの中で、男の方はおとなしい感じだったらしい。もう夜も遅いし、先輩も彼女もヘロヘロだったから帰りたかったし、その女の子が勘違い爆発なやつで、途中から先輩もキレ気味だったんだけど、その女の子が結構可愛くて、もう一人の男の方がヘラヘラ機嫌取ってるような感じだったんで、こいつら付き合ってるわけじゃねえのかよ。なんだかなぁ。と思ったんだけど、ま、この場はこいつの顔立ててやっとこか、みたいなノリで行くことにしたんだって。そのご機嫌くんと勘違い女、気の毒なので X と Y 子にしとく。今珍しくないけど、ネットの掲示板か何かで知り合ったらしかったのね。まあ要するに、ちょっとインドアな感じのカップルだったってことです。その頃地元でちょっと有名になった話で、ラブホ山の裏の廃屋に山西さんがいて、こちらから山西さん、山西さんって呼ぶと、モース、モースとかなんとかいう声で答えるらしい。ワイコはその話をどっかから聞いてきたらしくって、車あるんなら行きましょうよって言ってたそうな。街中から車でちょっと行ったところにラブホがバンバン立ってる山があって、その裏の方にお屋敷通りがあるんだけど、そこは基本的に表から車でぐるっと登って降りていかないとそっちに行けないような風になってるから、確かに車じゃないと裏から歩いて登るしかない。まあ車があればこれ幸いというのはわかるんだけど、なんかとことんまでズーズーしいやつだなぁと先輩も思ったらしい。で、なんだかんだで行くことにした。まあ、帰りに適当なこと言ってホテル行くか、とは先輩思ってたんだろうけど。先輩の彼女は相当嫌がってたんだけど、なんとか言い含めた。ワイコは相当はしゃいでいたらしい。誰もお前の話なんて聞きたくないっちゅうのに、自分の知ってる怪談話をペラペラ喋り出したりして、まあ、後になって考えると、おかしい状態に入ってたのかもしれん、とは先輩が言っていた。結局夜中だし、車で乗りつけるわけにもいかないので、山頂から少し下った駐車場に車を止めて、ワイコが教わったっていう廃屋の場所まで歩いていった。その廃屋っていうのが、元家族の家だったのをバブルの時に全部潰して、2軒並びに家を建てたんだけど、持ち主が借金か何かでいなくなったんで放置されてる家らしい。一軒は借家にするつもりだったらしいけど、それもそのまま。屠殺場とか精肉工場とか、外から見えないようにやたら高い生垣になってるでしょ。あれに近いような感じの屋敷がちゃんと2軒並んで立っている。ワイコは誰に聞いてたのか、どんどん歩いていって一方の屋敷に入っていく。先輩と彼女もだんだん、まずかったかな、という気になってきて、一応年上だし止めとこうかな、と思ったんだけど、ワイコがどんどん歩いていくので仕方なかったらしい。ワイコやたら髪が長かったんだけど、もうそれが肩につかないくらいの早足だったそうです。表は草ぼうぼうなんだけど、屋敷そのものは案外綺麗で、建物は暗かったけど、街灯は結構明るかったらしい。なんだか思ったほど凶悪な雰囲気でもなかったし、門扉も開いていたのでそのまま中に入っていった。後ろから X が黙って歩いてきているので、先輩が、君大丈夫?って聞くと、すいません。僕がこの話を教えたんですよ。って、ものすごくすまなそうにしてる。ああ、別に暇だし気にせんでね。山西さんの話なら結構知ってるし。って先輩が言うと、X がブルブル震え出して、すいません、すいません、すいません。
なんでかやたら謝るんですよ。で、そっからよくわからないんですけど、肝心なところなのにすまんけど、先輩はその場面をよく見てなかった。ここは先輩の彼女の記憶。玄関先にいたワイコが、いきなり庭の方にダーって走って回り込んでいって、縁側のサッシを開けると、そっから顔だけ差し入れて、大ネタ玉釣り、モースモースってでかい声でわめき始めたらしいんです。声が聞こえたんで、先輩が血相変えて走っていって、ワイコに追いついたとき、ワイコは縁側から靴脱いで上がろうとしてたらしい。こう、足を四の字にして、右足のスニーカーを左手で脱がすために掴んで、もう上がる寸前だったんです。スニーカーの裏が妙に白かったんで覚えてるらしい。我ながら下手な表現、どういう体勢だったか伝わるかな。これはやばいって思って、慌てて X と二人がかりで引き止めて抑えたんですけど、結構強い力だったみたいです。放っておくと何回も、モース、モースって言うので、彼女にハンカチ借りて、自分のと合わせてワイコの口の中に押し込んで、両脇から抱えて連れて帰ったらしいです。その後は特に事件も起きずに、なんとか車のところまでたどり着けたそうです。ワイコはバタバタしっぱなしでしたが、車に入ると落ち着きました。反対側で抱えてる X もボロボロ泣きながら、モースって言ってたのが、なんか気味悪かったそうです。それからすぐ、散会するのは気味が悪いので、4人で同じラブホに入ったそうですが、もちろん何にもできなかったそうです。X と Y 子は朝が来ても放心状態のままだったそうです。その後、X と Y 子は別れたということでした。元から付き合ってなかったという話もある。やっぱり Y 子はちょっとおかしくなったみたいで、半年大学を休学したらしい。結構地元では通りのいい大学の理系の学部に入ってたんだけど、そのまま退学して芸術系の専門学校に入り直したそうな。先輩の彼女が会った時には髪はグリグリに短くしてたらしいです。ちょっとお茶飲んだらしいのですが、やたら後ろ髪を気にして喋りながら自分の手で引っ張ってたのが怖かったとか。その会ったっていうのも、これ見に行った翌年だったらしいから、それからどうなったのかは先輩も知らないそうです。X とは全然会ってないそうです。この話を聞いたのは、先輩が部活の合宿に差し入れに来た時で、3個上で直接面識もなかったし、うさんくさい人だったし、この人担いでるんやろと思ってたけど、免許取った後実際友達と行ったら、それっぽい家はあった。確かに気味悪かったですが、友達がバカだからダーって走って入って玄関のベルをして戻ってきた。俺はビビリなんで入ってないけど。っていうか、これのどこが山西さんなのか意味不明。やっぱ違うのかも。あ、先輩と彼女の人はピンピンしてます。ピンポンダッシュしてきた友達はこの間バイクで事故を起こしたけど、特に怪我はなし。ま、影響されにくい人と、そうじゃない人がいるってことです。まあ階段というか先輩の実体験に近い話なので、後半疲れて手抜きになったのは俺のせいかも。書き忘れてたけど、現地から山の方角には神社が建ってるんですよ。車でくぐれるような石の大きな鳥居があって、夜とかはあんまり見たくないんだけど。ワイコ落ち着いたって言ってたけど、駐車場が神社のそばにあるので、それでなのかもしれない。でもなんか、その神社もかなり不気味なんですよ。裏から、つまり例の屋敷のある方向から入っていくと、巫女さん宮司さんとかがいる控えの建物のそばに、周囲を縄で囲んだような木製の小さい建物があるんですよ。一遍彼女と別の機会にその神社行った時に気づいたんですけど、その縄だけ、おみくじが全然結んでないんですよね。周囲の笹とかには結構いっぱいついてるし、その縄も縄っていうか紐みたいな太さで、いかにもここに結んでと言わんばかりなんですけど、一つもないんですよ。周りをうろうろしてると、年寄りの宮司さんが控えの建物の窓の向こうからじーっとこっち見てて、
思い出したらあっちの方が怖かったです。先輩がその神社の中を通って車のところ行ったかどうかは聞いてないですけど、道的には中を通るか脇をぐるっと回るかしかないんですよね。